洋平さんとご飯に行きまして、はい、公開前に、ちょっ行きとまし親た。睦を深めるためというか、はい。ちょっと共通の、旦那さんと言ったんですけど、は3人で行ってきまして、で、その時ね、いろいろ映画がお好きなので、すごい映画のお話をしましたよね。しました。そはの後だからおすすめの映画をい。はい。結構長く送らせていただいたんですけはい。ど、どれもハマってて、すごい嬉しいな。なんか本当外れがないというか。で、この間は急にですよ。なんか、川上賞2021みたいなのを急に LINE で送ってきてくれて、何々部門みたいな。はい。そのようへいずうずうさんしいがですよ。独自に編み出した賞みたいなのを、それを参考にまたちょっと映画を見るみたいな。はい。さあ、水分も趣味もバッチリ合うような感じで親しくされてるということなんですね。仲良くさせていただきます。はい。なんと、羨ましいです。はい、本当にこう見る方によっていろんな感じ方ができる作品だと思いますし、一つ一つの言葉や、シーンにですね、セリフをしてもらえるような、そんな、心があったかくなる、自分のこう未来が明るくなるような、そんな作品でもあるかなっていうふうに思いますので、ぜひ、この作品を、ドングリーズを見た皆さんの、このドングリーズ作品が、宝物になるような、そんな作品で、いてくれたら嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひ何度も、楽しんでいただけたらなと思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。お願いいたします。はい、笑顔でお願いします。